人原稿録、四章三十二節より。信じた人々の群れは、心も思いも一つにし、一人々して持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは、大いなる力を持って、主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には、 一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて、おのに分配されたからである。例えば、レビ族の人で、人たちからバルナは慰めの子という意味、と呼ばれていた、キプロス島生まれのヨセフも、 持っていた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた一書はヨハネの手紙13章1節から御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさいそれは私たちが神の子と呼ばれるほどで 事実またその通りです。世が私たちを知らないのは、御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、巫女が現れるとき、巫女に似たものとなるということを知っています。なぜなら、 その時、ミコをありのままに見るからです。ミコにこの望みをかけている人は皆、ミコが清いように自分を清めます。罪を犯す者は皆、法にも背くのです。罪とは法に背くことです。あなた方も知っているように、ミコは罪を除くために現れました。ミコには罪がありません。 ミコのうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆ミコを見たこともなく知ってもいません。子たちを誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者はミコと同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。 悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。一章をわります。福音書は聖ハ花による福音書第十章十一節より。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。 羊飼いでなく自分の羊を持てない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる狼は羊を奪えまた追い散らす彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである私は良い羊飼いである 私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父をしているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をもう導けなければならない。 その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになる。主に感謝。父と子と精霊の皆によって、アーメン。 この復活説の間、特に今年の教会のカレンダーの中に私たちはヨハネの手紙第一の全体から聞きます。そして先週、ヨハネの手紙が書いてくださった作者の目線、また彼のキリスト教コミュニティについて私は話しました。そのコミュニティは 聖ヨハネによる不音書の神学考えと同じ生活だと聞きました。そして彼らは北の教会よりもっと修道会のような生活の中彼らの信仰を実行しました。彼らは三つの点で彼らのキミュニティの生活を立てられたと聞きました。 それではこのようです。キュミニティとは人を優しく育てるものです。そして次は、キュミニティとは人の間違いがあっても慈悲や思いやりで包み込むものです。そして三つ目は、キュミニティとは伝道が自然にできるものです。 先週、その最初の点について聞きました。そして今日で、その次の、コミュニティとは、人の間違いがあっても、慈悲や思いやりで進み込むものです。という、コミュニティを作成材料、または条件について話したいです。 私はたとえ自分のたとえを通して話したいだと思います。私の家族についてみんなも知っていると思いますが子育てとは全く別のキャリアのようです。子供に自分のことだけでなくもっと広い視野を持つことを教えることは私たちの日々の 主要なこととして生活しているようですそれは皆さんの経験から何も違わないと思いますが私の今目の前の状況として例えとして話したいと思います私たちはみんな社会の中にさやかで穏やかな感じをしようとしていますが 家の中、それはそうでもないです。そして、私たち、一生懸命してみても、亡きよしの前、穏やかな感じを成功にできません。私たちの亡きよしは、私たちをよくしているので、表面の通って、本心の違いがわかるのです。 しかし、その状況は、家族のコミュニティとして大きな働きをしています。子供のため、彼の限界を悟し、社会から守ることです。時々、子供の一人が間違いを起こしたり、または、いい行動をしないことがあります。もし、 大人だったら社会の中でそういう行動をしたらそれは問題になるでしょうしかし子どもの頃は家族は彼らの間違いを包み込む役割がありますその中で子供は自由に人生の正しさを発見できるように続けます 時々私は次の話を使いますが皆さんも聞いたことがあると思いますが今日でこのテーマにぴったり合うものなので今日もその例え話をもう一回話したいと思いますイギリスのヴィクトリアの時代の実話です もう聞いたと思いますが、ラッツトックというイギリスの役人の物語りです。彼がホテルに泊まったときに、いつか廊下からすごくうるさい音が聞こえました。何が起こったのだろうと彼は考えたので、彼は兵から離れて、その廊下の様子を見るため行きました。 彼はロークを見ると置いてあるピアノでひつりの少女がそれを一生懸命弾いてみました。しかし弾くわけではなくその少女は若いからピアノで遊ぶため弾いてかなり良くない音ばっくりが出ました。ラッツトクは彼女に叱ろうとしましたがその時ちょうど 僕の一人がロークに入りました。ラッツトクはちょっとだけその続きを見るため立ち止まりました。その来た男の人は少女のそびに静かに座って何も言いませんでした。少し聞いてからその人は少女の引いている間に 自分でも弾き始めました。ラッツトックが聴いていると音がとても変わりました。症状は上手ではないのですがそのヘトの音の間にその男の人の効果でいい曲が出来上がりました。その美しい音をラッツトックは聴いたことが ありませんでした。彼は彼の部屋の中に戻って、胴を閉めて、椅子に座って、ずっとその美しい、変わった音を聞いて楽しみました。実はその男の人は、有名なアレクサンダー・ボルディンという 作曲家でした。プリンス・イーゴという歌劇が彼の作品の一つでしたそしてその少女は確かに彼の娘でしたまあ私がよく使っているもの二人ですけれども今日のテーマで私が話したいのは教会は キリスト教のコミュニティとして家族の働きと同じ目的があるだと思います。そのため、欧米の古代の教会は大体、だいたいノアの白舟の形のある屋根が多いんです。白舟の中、旧約聖書のノアは 世界全体の洪水から全ての生き物を守りました。それはつまり世界の中にある欲望、誘惑、また全ての人生の間違いから防ぐシンブルとして、昔の教会は白文の形をした屋根を用いていました。 私たちの教会は、家族と同じ目的があるのです。そして、間違い、または違うませんでも、私たちはいつも慈悲で皆を愛し合おうとしましょう。父と子と 聖霊の皆によって。アーメン